ライドーン、ウォーン。びっくりした。びっくりした。そうでしょ。おい、ちょ、まだお前ら、何そそくさと逃げてる。お前、エイデンの恥ずかしいところばらまいたら、後でお前、家族ひどい目に遭わせるから。ばらすなよ。さあ、ということで、今回もウォッチドックス実況、続きやっていきたいと思います。ここの、バーかなに、レイモンド・ケニーがいるという噂を聞きつけてやってまいりましたと思って手前におるな。レイモンド・ケニーはいるか。どうしても会いたいんだ。聞いたことないな。あるよって言いそうな。あ、来た、山地さん、かっこいい。かっこいいの声が。何、おごりなん？払ってくれ。100ドル。現金で。損害保証金だ。何もしてないのに、まだ。そうか。まだ何もしてないのに。現金は持ち合わせていない。付けにしとくぞ。あら。あるよって言いそうやな。バーのマスター。さ、初対面です。それでレイモンド・ケニーについてだ。めっちゃお酒飲むやん。まずは乾杯だろうな。トラブルはごめんだぞ。気にするな。気難しくてな。芸術家は嫌いなんだ。芸術家だと？ただの酔っ払いだろ。ごちそうになります。バーテンは気にすんな。もう酔っ払ってんじゃん。少年のめっちゃ酔っ払ってるわ。なんで急に FPS 視点になったんやろな。なんだこれは。なんだ、なにこれ。酔っ払いす、ボタンが分かんない。 A と B が分からん。 A と B が分からんのです。 X と Y は覚えてんねんけど、 A と B はね、正直どっちがどっちか分からんくなる。やばいな、これ。音ゲーじゃないけど、なんかこう。確認ゲーみたいな。ミニゲームが始まりました。お、聞こえるか？オッケー。飲み比べミニゲーム、今までそんなないやろ。竜が如くとかにはありそうやけど。さあ、次は何だ？お、なんだこのロックは。あ、ビビビ、ちょっと待って。すぐわからんくなる。ロックマークなんでしょうね。はい、X、A。また A が。A、B がほんと逆になっちゃう。100ドルやろ、それ。1万円やで。結構な。お高いお酒じゃないですか。これなんか触らないとわかんないのか。これなんだ。なんかシステムがややこしくなってきたな。はい、触らないと見えない。かつ触ったら次が出てくる。さあ次はなんだ。どんどん難易度が上がってるのは間違いないな。終わった。誰を探してるって。レイモンド・ケニー。お、なんや急に。なんや急に。おお、ちょっと待ってくれ。お前、店に迷惑がかかる。T ボーンですね。 T ボーンらしいけど。なんでやねん。むちゃくちゃやな、お前。お、行くか。おお、やばい。やっぱもうめっちゃ酒飲まされてるからやばいっすね。お、出ました。おーおーおー、よしよし。いや、レイモンド、声がでけえ。あー、ずるい、スタンガン。どうなったんや。めっちゃ叫んでたな、誰か。あ、
まってんのか。あ、なんか捕まってるわけではないのか。変わった自己紹介だな。いいがよく聞け。怖い怖い。てめえが来ると居場所がグリッドに乗るんだよ。ある情報を持ってる。それがどうした。困ってるんだ。解読できなくてな。だから大元に来た。くそ。もうやってることトム・クルーズですよね、これ。俺たちはこのポージングもなんかちょっとミッションインポッシブルのトム・クルーズっぽいわ。あれを見る限り協力したくない。ウォッチドックスちょっとあれやな。実写映画やるならトム・クルーズにやってほしいな。俺の暗殺が指示されてる。メイが命を落とした。ファイルの中身が何であれ手がかりになる。うん、協力なしでも犯人は見つける。協力があれば助かるが。もう話を取引しないが。信じてくれたか。俺が好きでいたと思うのか、こんなところに。まあね、反逆の機会を。あのバカどもに抹殺されてから機会を伺っていた。うん、一緒なことしてんな。エイデンと壁にめっちゃ貼ってるわ。必要なのはやつらのネットワークにスパイウェアをセットしてくれるやつだ。なるほど。簡単ならとっくにやってるだろうな。多少難しいぐらいならとっくの昔にやってる。かなり難しいね。やつらに近づいただけで警報が鳴るようになってんだよ。なるほど。生体情報が登録されてる。頭に埋め込まれた装置がセキュリティに信号を送るんだ。それは手を貸そう。だが終わったら一緒にシカゴに来てもらう。もう決まりか。お互いね、ついてこい。お互いにこうやってほしいことがあるからちょうどいいな。希望とは悲しいもの。ついていく。いいところだ。覚えてるわ。見る目があるな。芸術の。あれは仕掛け番組だ。これに気づかないようなやつは注意が足りないってことだ。発見されたってことは他のやつらに見つかるのも時間の問題かもな。雲型ですね、これ。よし、始めるぞ。雲型マシン。ここでも時間は限られてる。さっさと片付けられなければ。ことの深刻さを理解してねえみたいだが、シカゴで使われてるのは人を探すためにあるようなソフトウェアだ。うん。CTOS の思考パターンはよく知ってる。俺が生みの親だからな。CTOS は今でもパパの写真を肌身離さず持ってるとでも思え。システムから俺の生体認証を消さないとシカゴでお前の役には立てないぞ。なるほどね。ここにある俺の芸術作品だが、お前がヘマしたらきっと役に立ってくれるぜ。来い。見せてやろう。なんすか。いいか。うん。気をつけろ。なんやねん。なんや。おお出ました。マッセルめっちゃ。どうだ。先行者。地面が揺れたろ。懐かしいですね。先行者や先行者。やってみろ。でね、ハッキングして使えるっていう、大したもんだろ。腕が吹き飛ばされたら金属で作ってやるよ。いや、最高ガンとかいらん。なんだよ、いじけてんのか。俺はお前の引き立て役か。勘違いすんなよ。これは取引だ。互いに助け合うっていう。大事な点を勘違いしてる。俺はバーで過去の栄光を魚にしてる哀れな酔っ払いを見つけただけだ。これは取引じゃない。お前のチャンスだ。マウント。めっちゃマウント取りに行くやん。気に入った。仲良くしなよ。だからってな、お友達じゃねえぞ。まず必要なのはブルームのハードウェアだ。うん。しばらく引退してたからな。スキャナーがどう動くか確かめなきゃな。ブルームに侵入すればいいのか。まだいい。ハードウェアは別のやつがすでに入手した。なんだこれは。ブラックマーケットで高く売れるからな。連中は俺がスナイパーライフルをもらった。住所時の権利の熱烈な支持者とだけ言っておこう。念のために俺のライフルを取ってもらおう。先もらっちゃったわ。ガソリンスタンドに寄ってくれるか。傭兵どもに取られたものがある。
やつらのとこ行って俺のトラックを奪ってこい。キーボーンのトラックを奪い返せ。車、キーボーンの車を要はまあ取り返しに行くということですね。あ、ちょうどバイクがあるわ。郊外の街の真ん中で不機嫌なサイバーテロリストと友達になるのは難しそうだ。だが味方につける。そうね。データの件以外にもダミアンへの対抗策として利用できる。なんかもうドクブラウンみたいなイメージがあるな、キーボーンって。紹介しよう。随分賑わっている。簡単に結構いそうですね。もっとよく見てみよう。います。あ、それか。そこにあるね、黄色いバンが。こいつ殺そうかも。爆弾をびっくりしてる。今頃びっくりしてますね。で、ハイニーの作戦としては今の爆発した敵のところにみんな様子を見に行くと思うんですよ。そこね、その間にこうトラックの守りが薄くなるんじゃないだろうかっていう。ほら見に来てるわ、何人か。さあ、おびき寄せが成功したと思うので、この上にもできるな。スナイパーかな。もうこの距離ならさ、走ってって車奪えばいいんじゃないかな。一人そこに来てますね。よし、こいつはしばく。ほら、車までの距離の間に敵がいないんで、これ突っ込んでっていい気がしますね。あいつ誘導でちょっと視界を奪って。部屋止めるぞ。オッケー。ほら。え、出し抜いてやったぜ。これより遅いトラックはないな。ちょっと遅いですね、確かに。手に入れたがスナイパーが撃ってくる。で、これからどうするんだ。何、今のはどういう意味だ。本当に取り返せると思ってなかった。なんだこれ。トラックが欲しいならもっとマシなことを言え。どうやってる。俺の全然敵は来てるな。ちょっとした芸術鑑賞でもしようぜ。怖え。こっちだ。危ない。怖い。よし、もうすぐ着きます。もうすぐ到着。おお、なんだ、着いたか。トラックを指定の場所に置け、傭兵を全員始末。 OK です。さあ、結構来てますね、敵。こいつらを殲滅していきましょう。これ使おうか。よいしょ。ほら、あ、どこだ。お、な、一般人か、お前。あ、一般人じゃなかった。なんか一般人もいるから。お前も一般人じゃないの。うわ、走ってんの一般人やん。おしゃべ。一般人しかいない気がする。あと二人いるんだよな。あ、いるいるいる。よし、どんどん敵しよう。これ車爆発したらいいのかな。グレネード見しますか。どうだ、ちょっと違うとこ行った気がする。 OK。 あ、ダメだ、あと一人だ、こいつだけ。 OK、 終了です。これトラック乗れる？乗れないな。変な絵描いてるわ。さあ、連絡を待ちましょう。リボンから。警察は依然、20歳の女性ミシェル・ストラウスの捜索を続けていますが、すでに死亡している可能性が高いと見ています。彼女は行方不明になった風俗店従業員の一人で、風俗店従業員のうち2名は殺され、悲惨な姿で見つかっています。この残忍な手口からソーシャルメディアでは犯人をフィンガーペイントキラーと呼んでいます。サイコパスが多いのか。事件に関する情報提供を求めています。何やろな。聞いたことがあるぞ。あ、リアクションしてる。手を血に浸してちょっとした美術展もやる。イカれたケタモノめ。あれ、それに出くわさないよう祈っとけ。この間見た
指ディップして食ってたやつかな。何の話だ。ちょっとしてな。気づいたのがいるけど、ほとんどは素人みたい。バンカーがバレた。手出しはさせないから。何度か探られてたみたいね。探られてた。一人だけよ。心配なのは。名前はデフォルト。腕は確か。監視しとく。何かあったら知らせてくれ。なんやろな、さっきのサイコパスのやつの方が気になるわ。サブペイですかね。トラックを置いてきた。おいおい、これ本当にうまくいくかもな。任しとけお前。よし、今度はブルーム本部へのアクセス権限がいる。お前ヘリコプターを追っかけたことあるか。例え話じゃなくて本当にだ。追われたことならあるが、何の関係がある。よく追われます。じゃあな。なるほど。ということで次回はヘリを追いかける任務になりそうですね。さあということで、今回のウォッチトップスはここまで。また次回やっていきますので、お楽しみに。チャンネル登録、高評価ボタンがまだの方はぜひポチリと押していただけるとありがたいです。それではまた次回ウォッチトップス、こうご期待やで。